校長がおっしゃった通り、健康上の理由ということで、実は今年に入ってから非常に疲れが残るようになり、またグラウンド上で生徒を褒めたり叱ったりする声が出なくなりました。これも大きな原因の一つです。もうこれ以上指導者としての責任を持ってやることは不可能だと思って校長に申しました。このように声がおかしくなった。僕の持ち味は人一倍声が大きいこと、それができなくなったことがやめるきっかけになりました。今年に入って1月の末から2月にかけてだったと思います。まさにその通りで、もともと3年間本当に充実した毎日だった。その孫が卒業したこと、それが僕の気持ちを引退、勇退という考えになったのは間違いない。監督は孫を特別な目で見とるんじゃないかというのが一番にありましたので、できるだけグラウンドで喋るのをやめよう。それから孫には特別な目をかけないよということで、叱るならば使った方がいいということで、人一倍孫には厳しく当たった。そういう点は孫もかわいそうだなと思ったりもしました。3年間一回もおじいちゃんと言われたことない。僕の後をやれるのは高橋先生、人格的にも野球の技術においても誰にも引けを取らない素晴らしい監督になるだろうと確信しておる。だから高橋君にお願いしたい。人生そのもの、寝ても覚めても野球、僕のベッドの横にバットが置いてある。なぜ打てない、なぜ打たれる。夜中に起きてはバットを振る、そしてメモをする、学校へ来る、昼の休みに授業が終わる、終わるまで待っとれない。昼の休みに呼んでバットを振らせる、そのような生活だったから、まあ甲子園は私の人生であったと思います。坂口慶三
野球を取ったら何も残らない。いや、その通り。それでいいです。この熱い気持ち、熱いものを何かにぶつけてみたい。それがまた野球になるかもわからない。どっかでやってみようか、そういう気持ちになるかもしれない。やはり甲子園の優勝、日本には今年に入って再三自分の身体の話をしました。今回の決断は女房が一番喜んでる決断をしたと。甲子園では8点差を勝った藤代高校のゲームが印象が残っております。野球を通じて子供たちに訴えるのはやはり子供らしい子供、誰からも愛される子供、常識をしっかりと教え込む、魂の持った子供に育てる、そういうことで野球を通して人間教育徹底すると、こういうことを心がけてやってきました。勝っても負けても勉強、反省、こういう考えで野球をやってみる。勝ったら勝ったでどこが良かったか、負けたら負けたでどこが原因か、それを繰り返し繰り返し考えるうちにこんなに長くやることになった。でもやってるうちは57年というものが本当に長かったかというと、先ほども申しましたように少しも長く感じない。無我夢中の毎日を